僕らの道の途中さ、どこに向かうかは分かってないのさ。だから今に負けしてああ始まってたっけ、って感じですね。あやふやに始まりました草薙ラジオのコーナーですそうです、人気のコーナー草薙ラジオのコーナー、イエーイ、パパ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 、始まり始まり。さあ楽しいラジオの時間ですね。画面を見ずに耳だけ傾けてもらっても結構でございます。この草薙ラジオにようこそ、ようこそ、ようこそ。ゆうすけさん元気かな、なぎすけ終わっちゃってね、ゆうすけさん、たまにゃさん元気かな、 YouTube とか見てるからな、見てくれてたらいいですけどね、連絡してみよう。さあリスナーの皆さんから新しいことを始めた、新しいものを買ったなど、チヨポンに報告するコーナー、謎に花が詰まってます。こんなに花が詰まって、僕は舞台とか大丈夫なんでしょうかね。ねえ、なんか何なんだろうな、なんか何かが来てんだろうかな、これね、花粉的な的な的な、まあそれはさておきまして、紹介してまいりましょう。では新しい丸々、新しい地図ってことですね。それ関係、新しい丸々、初めてアボカドを食べました。想像していたよりねっとりしていて青い味がしました。でも栄養が詰まってそうだし、美味しく食べられるようになりたいです。アボカドね、なんかアボカドって結構好き嫌い分かりますよね。めちゃくちゃ好きな人って好きだよね。アボカドすげえなと思って。なんかよく森のバターなんて言われたりとかね。栄養価高いんだよね。僕はちなみに結構好きです。野菜なのか何なのかっていうね。気になりますよね、アボカドってね。何なんですかあれ。野菜なの？何なの？フルーツなの？大体どこで取れんのあれは。だから日本で作られてない感じだよね。なんかね。あのなんか黒い玉みたいな。なんであの中に真ん中にあの丸い種なんだろうね。アボカドってすごいね。ねえ、アボカドね、で栄養が高いっていうね。なんかさ、アボカドつけるさ、ディップするやつ結構好きよ。メキシカン料理とかであの、お菓子みたいなやつ食べるやつ。なんか好き、サルサみたいなさ。それによっても違うんじゃないですか？ちょっと売れ方で。売れてるやつだとちょっとマイルドだったりする気がする、マイルドだったり。でも食べれる方は栄養価高いからね、おすすめの食材ではありますよね。 OK、 次行ってみよう。サンキューくれた人、くれた人ねすいません適当でね。最近新しいレインブーツを買いました。普通の靴みたいな感じのブーツです。ここは雨の日とか次の日にワンちゃんの散歩には必要品で、多分みんな持ってると思います。散歩用のちょっと長いブーツがありますが、オフィスに行くときに履く短いやつを買いました。ブーチュー好きなチヨポンはレインブーツ持ってますか？持ってたらどんなブーチューですか？こだわりのものありますか？レインブーツは持ってないですね。もう雨の日もね、もう普通にエンジニアブーツとか履いてます。あの濡れるとなんかそれはそれでなんか楽しいんで。雨の中ね、ちょっと前だけど1時間以上歩いたことがあって、気に入ってエンジニアブーチだったんだけど、ちょっと楽しみながら、雨降っちゃったらいいやと思って歩いて、そして1時間以上歩いたらさすがに染みてきて、全然頑丈者じゃないじゃんとか思って、でそれもちょっと楽しんで、そっかエンジニアブーツでも1時間以上雨の中歩くと下があのなんか入ってくんだなと思って。革にもよるけど、比較的持ってる革は全部水に濡れてもいいです。僕はなんかさ、みんな大事にされてるじゃないですか。皮、雨の日だから濡れちゃ嫌だとか。むしろ濡れたいの。うん。雨に当たるとめちゃくちゃ味出んの早いんですよ。まあ着方ですよね。綺麗に着たい人はやっぱり雨避けた方がいいし。チェンジテーマ！
One Episode Mirrors。 いつもいつも幸せをありがとうございます。仲間とたくさんの楽しい時間をこれからも作ってください。あ、ありがとうございます。そんな仲間への思いを歌を作ってほしいです。仲間の皆さんに捧げる歌。仲間大好き、みんな好き、仲間大好き、ファンミーティングもあるよ。ファンミーティング、ボリューム 1.6 のファンミーティング、君がいるから僕がいる、楽しもうよ。君がいる、仲間のみんなありがとう。はい、さっきはソングしていました。次、レオンくんの T シャツ完成されましたね。そうだね、これ私の一番のお気に入りの T シャツ、それはレオンくんの T シャツです。これは白いバージョンで、レオンってロゴは入ってないんですけどね。可愛いよ、どう、みんな欲しい？案外ね、このね、G 入ってんのも好きで。どう、似合ってる似合ってる。もう散々言ってんだからね。これ写真の顔可愛いよな。あんまそう思ってないのかな、みんな。いいよね。くるみちゃんのも素敵でしたが、レオくんもとってもおしゃれな T シャツになりましたね。はい、中志くん自身とっても気に入っていらっしゃると思いますが、よかったら完成の喜びを歌で。ああ、なるほど。レオンくんのね、歌っていうのね、くるみちゃんの歌ってのはね、作れたんですけど、なかなかね、作れないんだよね。レオンくんの歌ね、まあ、喜びのレオンくんだ。T シャツ完成した。T シャツ完成した。T シャツ完成した。レオンくんの T シャツ。T シャツ完成した、 T シャツ完成した、レオンくんの T シャツ。あああああ、おT シャツ完成した、 T シャツ完成した、 T シャツ完成した、ああ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 あ暗くなっちゃったの。かわいそうじゃないか、レオンくん。明るい男の子なのに。コーナーチェンジ、チェンジコーナー。さあ、このコーナーはイケボコーナー。私がイケボになって皆さんにささやきかけるコーナーでございます。コロナ禍でとっても太りました。ぜひつよぽんのイケボをお願いいたします。じゃあいきますよ。痩せてるお前が好きだ。これはイケボなんでしょうか。はい、次行きましょう。しごちゃん主演のアノニマスの中の名台詞、こちらをお願いします。つよぽん番長で。もうこんなんだね。そのシーンちょっと見てないんだけど、だから僕の想像の中でしごちゃんもこう言ったんじゃないかと思ってやってみます。未来はいくらでも書き足すことができる。
ちょっとそんな、ちょっと熱い気がして。未来はいくらでも書き足すことができる。はい、ということで、アノニマスボイスでした。いつもは番組内でしか聞けないあのフレーズ、草薙レディオバージョンでも聞きたいです。あ、これね、じゃあやってみます。今日は、草薙レディオブラッタモリできないな、なんか。なんだっけ、いつも。街を回って巡っています。今日は、なんとかで、ね、ブラッタモリ。今日は、草薙レディオブラッタモリ。あ、なんか、うん、まあ、そんな感じですね。OK! 最後です。新しい〇〇やワンエピソードワンミュージックのエピソードをイケボで言ってもらいたいセリフなどを皆さんお待ちしております。皆さんのですね、お便りというかですね、質問とかね、こういうものでこの草薙レディオはですね成り立っているので、皆さんじゃんじゃんですね、ご意見ご感想質問など待ってますので、ありがとうございます。 OK、ちゃんとチャンネルを合わせてくれた皆様、サンキューベリーマッチでした。耳だけ固めてくれた方も、サンキューベリーマッチでした。またお会いしましょう。See you next time! つよしラジオ。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録をお願いします。その他、いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。